世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。小林萌が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシス。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイシス in the case of 萌小林。もともと会社員として働いてたのですが、仕事が大変だったり周りの人たちを見ていた時に、体調を崩しながら働くのではなくて、もっとヘルシーに生きるですとか、ヘルシーに働くっていうことを考えて始めようと思いました。女性のための漢方ブランドデイリリーを立ち上げた小林。きっかけは台湾出身の友人だ。薬膳など漢方がある暮らしに感銘を受けた。日本の女性にライフスタイルとして提案するキーワードはデザイン。漢方を始めたいと思った時に、日本だとなかなか敷居が高いというイメージがやはりあるので、漢方をもっと身近に女性たちが生活に取り入れられるといいなというふうに思っています。オレンジを基調に洗練されたパッケージに統一。初心者には面倒な見出しもお湯を注ぐだけに改良した。台湾の漢方薬剤師が監修する本格的な生薬を手軽に取り入れることができる。台湾ではスーパーフードと言われている龍眼やナツメを使った薬膳茶。飲むだけではなく食べることもできる。貧血やむくみなど産前産後のケアに飲む女性が多いという。これは乾燥させた生姜やケイシを使ったシロップ。豆乳で割ると夏場は爽やか、冷えが気になる時の漢方を元にしている。新しいこと、変わらないセオリー。まだまだ漢方に無限な可能性を感じている小林。2,3 ヶ月に1回台湾には行ってるんですけれども、漢方街があって、そこで漢方のスープを飲んだりですとか、デザートに漢方をトッピングして食べたりもするので、それが日本でも取り入れられるといいなというふうに思っています。フレッシュフェイシス、その先は。やはり女性は妊娠出産など心身の変化がとても大きいので、そういったライフステージに寄り添えるような漢方が健康の守りのような存在になるといいなというふうに思っています。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りしました。